ジャック・ラブロックはニュージーランドの陸上競技選手。1936年ベルリンオリンピックの金メダリストである。ラブロックは英国移民の子としてニュージーランド南東にある小さな町であるクラシントンで育った。学校に通っていた頃からスポーツの才能に秀でていた。学校を卒業した後はオタゴ大学に進学し医学の道を志した。一方で、 大学の陸上部にも所属し、ニュージーランドの1マイル選手権を制している。1931年には、ローズ小学制度を利用し、オックスフォード大学に進学した。1932年には、1マイルの大英帝国記録を樹立。同年に開催された、ロサンゼルスオリンピックでは1500メートルに出場したが、7位と惨敗してしまう。しかし、 翌1933年には1マイルで4分7秒6の世界新記録を樹立。1934年にはブリティッシュエンパイア・ゲームズの1マイルで金メダルを獲得した。そして1936年には2度目のオリンピックとなるベルリンオリンピックに出場。開会式においてニュージーランド選手団の機種を務めた。 1500メートルで3分47秒8の世界新記録を樹立し、アメリカのグレンカ・ニンガム、前回金メダリストのイタリアのルイージ・ベッカリを抑え、金メダルを獲得した。ニュージーランドの陸上競技選手初のオリンピック金メダルであった。オリンピックで金メダルを獲得したラブロックはオリンピックの後引退し、開業位となる。第二次世界大戦では、 遺憾として従軍した。しかし、戦後間もない1949年、インフルエンザの影響で、ニューヨーク地下鉄内で倒れそのまま亡くなった。ありがとうございます。